聞く円満相続賢く節税の時間です。13回にわたって相続事業承継をテーマに皆さんと一緒に賢い節税について学んでいく第13回最終回です。ゲストをご紹介します。相続事業承継問題などにお詳しいランドマーク税理士法人の清田幸弘代表です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、いよいよ最終回となりましたけれども、今回はどんなテーマでしょうか。はい、今回のテーマは相続税の調査の傾向と対策です。はい、相続は発生してから原則として10ヶ月以内に申告納税を行わなくてはいけなくて、まあ、それも大変なことだと思うんですけれども、申告や納税が終わっても安心できないということもよく聞きます。これはどうしてなんでしょうか。そうですね、これはやはり税務調査が相続の場合多く来るからということになろうかと思います。はい、まあ、税務調査とはですね、申告内容に疑問がある納税者に対して、税務署員がですね、自宅ですとか事業所を訪問して質問や検査を行うというものです。はい、申告した人は皆さん調査が入るんでしょうか。まあ、これはですね、全ての納税者を調査するということではありません。でもですね、まあ、相続税の税務調査割合は他の税に対して、より多くなっております。そうなんですか。これはですね、他の税目っていうのは、まあ、いつでも入れるというか、まあ、毎年申告するものに対して相続の場合には一生に1回という特徴がございます。で、大体ですね、8件に1件の割合と言われております。そのうち追徴課税を受ける割合は 80% 以上と言われております。まあ、ですので、まあ、取れそうなところに入るというそんなイメージになりますでしょうか。なるほど。これはですね、国税庁の平成28年事務年度における相続税調査状況の抜粋ということになります。はい、ちょっと見てみますと、調査件数ですとか、あとは申告漏れを指摘される割合もそれぞれ高くなっていますよね。これ、清田代表のランドマーク税理士法人でも同じような割合になるんですか。相続税ですと我々は去年550件以上申告を行っておりますが、はい、税務調査はですね、3件ほどでした。数にすると相当少ないですよね。そうですね、後ほどお話しいたしますが、書面添付制度というものを活用しておりまして、税務調査まで至らないというケースが多いです。はい、それにしても税務調査というのは一体どういうことが行われているんでしょうか。主な調査の項目を図で、説明させていただきます。はい、まずは午前中です。これは、まあ、世間話をするとよく我々は言うんですけれども、非相続に亡くなったお父さんの仕事ですとか趣味、性格、入院歴などの確認に始まります。これ仕事とか趣味とか性格っていうのは何かその相続税と関係があるんですか。あくまでもですね、税務署側が見てるのはお金の流れです。はい、で、仕事というのはやはり収入がどれくらいこの方はあったとか、そういうふうなのを確認いたします。はい、まあ、趣味はどちらかというとですね、よく競輪競馬をやってるとかパチンコやってるなんていうとですね、まあ、ほとんど お金が消えても、まあ、仕方ないんじゃないかという見方もあります。あと性格ですね、これは人におごり癖があったとかそういうふうなのがありますと、まあ、我々説明はつきやすいですよね。亡くなっちゃった場合、入院歴っていうのは、よく言われますのが、亡くなる前に意思があったかどうか、おじいちゃんが亡くなっちゃって6ヶ月間意識がなかったとなると、その間に贈与したり養子縁組したとなると、これは亡くなったお父さんがやったことじゃないねというふうに見られるということになります。午前でだいたいお金の流れを把握して、そして午後にはどんなことが行われるんでしょうか。はい、午後にはですね、現地調査っていうんですけれども、はい、非相続に亡くなったお父さんが、まあ、生前利用していた預金通帳、それらの財産を保管していた場所を確認したり、まあ、そこの場所にですね、何か他の目ぼしい財産があるんじゃないか、申告書に記載されていたものがいないものがあるんじゃないか、これを徹底的に調べます。また二次相続、まあ、お父さんが亡くなってお母さんが取って、お母さんが亡くなったような場合ですね、この場合お父さんが亡くなった時の財産名義書き換えされてるか、まあ、前の相続税の申告書と付き合わせをしたりします。
まあ、いろいろな調査内容がありますが、税務調査で一番対象になりやすいのは何なんですか？預貯金ですね。特にですね、名義預金は徹底的に調べられます。名義預金というのはどういうことですか？はい、これはですね、被相続に亡くなったお父さんの預貯金がですね、贈与税の申告なしに、相続人あるいはお孫さん等の家族の名義になっていく、そういうものでございます。はい、で、我々が相続税の申告書を提出いたしますと、税務署から、取引の関係がありそうな地域の金融機関ですね、亡くなったお父さんの預貯金ですとか通帳の流れ、これとですね、他の相続にお子さんですとかお孫さん等々の過去数年間、まあ、過去3年間ですかね、通常の場合、預貯金の取引内容の問い合わせがあります。まあ、そもそもクリーンにしておくのが一番なんでしょうけれども、指摘を受けないためにはどうしたらいいんですか？まあ、徹底的にですね、預貯金の調査をしっかりやるというのが重要ですが、そうすると税務調査は割合来なくはなります。まあ、よく我々はあと土地の評価で徹底的に下げるとは言います。で、ポイントとなるのが税理士法に定める書面添付制度というのがあるんですが、はい、税理士法33条の2というのがあるんですが、この制度に基づきます書面がですね、申告書に添付されている場合には、税務署はですね、税務調査の前に、この書面添付制度ですね、税務代理権限証書を提出している税理士に対して、意見聴取の機会が与えられます。はい、でここの時点で税務調査省略になるということが非常に多いです。で実際にですね、その後税務調査を行うときは原則として納税者に対して、通知をしなければ、いけないんですけれども、まあ、このようにですね、書面添付された申告に対しては、まあ、税務署にとってもですね、まあ、調査に至るまで手間が多くかかるところから、添付にがない申告よりも調査が入りにくいとも言われております。それでは今回のポイントをおさらいします。今回のテーマは相続税の調査の傾向と対策でした。税務調査は原則として法定申告期限から5年間ですが、不正などがあった場合は7年間公正などの処分ができることになっています。調査の対象に選ばれるのは8件に1件の割合で、そのうち追徴課税を受ける割合は 80% 以上です。調査対象になりやすいのは現金預金、名義預金の有無が詳しく調べられます。書面添付制度に基づいた書面を申告書に添付すると、添付がない申告よりも調査が入りにくい傾向があります。税務調査をできるだけ受けないようにするためには、普段からですね、まあ、専門の税理士の関与を受けるとともに、まあ、事前にですね、被相続人の生前の入出金についてしっかり把握して、まあ、贈与税のですね、申告の漏れなどがないかどうか再度確認しておくことが大事かと思います。清田代表、13回にわたりましてありがとうございました。ありがとうございました。